それでは本日は国家公務員試験のリクエストに答えますということで、平成21年の23番、これ珍しい問題ですね。土木施工計画から出る積算金額の問題になります。まあ、積算の問題になります。で、今回こういうような問題が図が書いてありました。このようなボックスカルバートを設置したいと。で、設置した後に、ここのボックスカルバートの部分のこの部分。この部分ね。この台形の部分の埋め戻しを行った時の度量計算をした、その度量の積算はいくらになるか、積算金額はいくらになるかという問題です。なので、結局は、ここの部分の埋め戻しを行うので、で、ここの部分を、ボックスカルバートと、慣らしコンクリートの土台の部分と、あと基礎、グリーシーの、この部分の面積を引いてあげて、で、ここの部分、周りが土で覆われると。ね。度量、埋め戻し度量で覆われるという問題です。だから、ここの部分の面積を求めて、今回ボックスカルバートの総延長は50メートルだったのね。これ奥行きずっと向こう側に50メートルある。で、かける50して、度量計算をして、その度量の単価が900円だったという計算をすればいいということになります。ということは、度量計算まず行います。埋め戻し度量は一体どのようにして行えばいいのかというと、まずはここ台形だね。大きな台形がどうなるかというと、ここの部分が5000ミリメートルなんだね。5000ミリ。5000ミリってことは5メートルだね。これね。5メートルになる。で、ここの部分がいくらになるかというと、この部分は、ここ。ここ、のり面の傾斜、勾配が1対1になってんだね。1対 1.0 って書いてあるね。1対1だった。1対1ということは、ここの部分が4000ミリなんだね。まあ、4メートルだね。4000ミリということは、こっからここの部分、ここの部分ね。1対1なので、ということは、ここも4メートル。だから、こっち側も4メートルということになるんだね。ということは、こっからここまでは、4メーター足すここの部分だね。5メーター足す、そしてこっち側の4メーター。ということで、これが、こっからここまでは13メーターになるよ。ということは、ね、こことここが5メーター、13メーター、で、そしてここが4メーター。ということは、この台形の面積が出るね。だから、5足す上底足す下底だね。5足す13、上底足す下底、かける高さ4メートル、かける2分の1。これで台形の面積。で、あとは、ボックスカルバート分と、慣らしコンクリート、基礎グリーシの部分の面積を引いてやれば、ここの部分の面積が出るんだね。3.7 かける、これは 0.2 というのはここだね。200ミリ、0.2 メーターだね。ここの部分の面積。ここの幅が 3.7 メーターだからね、これね。3.7 かける、で、ここの部分は一緒だから、3.7、3.7 なので、こことここの部分を足してあげればいい。0.2 足す 0.25。そうすれば、グリーシとコンクリートの分の引き算が行われる。それが面積。で、引く 3.5×2。これどこから来てるかっていうと、ここだね。ボックスカルバートの部分の面積だね。ここの部分。これボックス、ここ空白になってるけど、ここの部分に土は来ないよね。で、ボックスカルバート、ここの部分の面積で 3.5×2 メーターだね。これね。長径だからね。で、かける2。で、この部分で、ここの図面に出ている面積が出て、こっから奥行き、ボックスカルバートの延長が50メートルだったので、50をかけてやると、これで体積になるね。これだけだと面積で、面積で向こう側に50メーターあると考えれば、これで体積だね。これ計算すると、1366.75 リューベイなんだね。で、ここでね、度量変化率が1だったからもうこれでいいんだよね。これ度量変化率が1じゃなくて、違う数字。ね、これ、どういうことになるかって言ったら、これ1分のってしてるね、これね。だから度量変化率がこれが 0.7 とか、だった場合は 0.7 分のこれ。でして、答えを出さないと度量にはならないからね。だから今回は度量変化率が1。まあ、国家公務員試験1位中風に出るんじゃないのかな?今回の問題ですね。計算しやすいよね。そこまですると大変だからね、これね。
だから、度量変化率が1だったから、同じのもの。これで面積の計算だけでよかったよ。もしここが1でなかったら、ね、それを、この出てきた数字をそれ、度量変化率で割ってあげればいいからね。そしたら数字が出るからね。で、今回はこれまんまだったので、積算金額はここだね。目戻し単価は1リューベイあたり900円だよ。ということは、1366.75 リューベイだったらいくらか、掛け算すればいいね。掛け算したら、これだけです。ね。123万75円。だいたい123万円だよ。という計算式になるわけね。これなかなか出てない問題だけど、まあいい問題だよね、これね。ちょろっと考えればできるんじゃないかなと。度量を出してあげる。だから体積を出してあげて、それに単価をかけてやれば、積算として出てきますよ。積算金額として出てきますよ。ということになります。そんだけの問題ですからね。しっかりと度量計算もできるようになって、で、それに単価をかけられるという状況にしてもらえればいいと思います。以上で説明を終わります。